2022年が終わりに近づくにつれ、ジャングコックは彼の印象的な成果のリストにさらに多くの成果を追加しました。彼は2月に複数の音楽プラットフォームで記録を破った Webtoon OST Stay Alive でソロ活動を開始し、6月に My You を YouTube でリリースした。6月末にチャーリー・プーストの世界的なバイラルヒット Left and Right を発表し、数えきれないほどの記録を残した後、彼は11月に2022年ワールドカップの公式ソングである最近のヒット曲 Dreamers に移り、パフォーマンスを行った。開会式の段階です。ジョングクは3曲 Stay Alive、Left and Right、Dreamers でわずか309日で7億回の Spotify ストリームを収集する史上最速の韓国アーティストになりました。ジョングクはまた一歴年で7億回の Spotify ストリームを超えた最初の K-POP および韓国のソリストでもあります。おめでとうゴールデンマンね。